では続いては岡崎さんの今週の注目ニュースです。お願いします。住宅です。アメリカの。はい。で、まあ結論としては景気後退を、えー、もう懸念して一年ぐらいこの話ばっかりしてるんですが、また遠くなりましたね。<ー>はい。あの一応私は去年、えー、じゃない今年になってからかな、あるとすれば来年の一三かなっていうふうにあの。 ずっとそこを続けていたと思うんですけども、13も来ないかもしれないなみたいな、はい、もうちょっと遠くなるかもしれないなというふうに、えー、確信を持ったのが住宅のニュースなんですが、それを、えー、細かくですねどういうプロセスでそういう結論に至ったかというのをご報告したいと思います。ままずずこちらでですす、はい、注目したのは価格なんですよ 今お見せしているのはケースシラ住宅価格指数、最も信頼性の高い、えー、高い分だけちょっと遅くてこれ4月のデータが発表されたんですけれどもね、ええ、でケースシラ住宅価格指数、これは新しい家も古い家もとにかく約定された全米の住宅の価格を取っていくので、うん、アメリカの,不動産の、えー、居住用の不動産というのがどういう動きをしているのか。まあ これは個人の金融資産個人の資産ですねこれに影響を及ぼすので非常に重要なんですね前年度受付で見ています前年度受付で見て去年のちょうど今頃がピークで1年前と比べて20%も上がってたんですがこれが一気に今回4月のデータで前年比でマイナスなんですよ前年比でマイナスになるっていうのは例えば1990年の前年比マイナス 例えば金融危機の時の前年比マイナス過去2回あったんですが2回ともこれは大きな景気後退になっている、はい、まあそうでなくても例えば IT バブル崩壊時前年比10%くらいの上昇していたものが6%くらいまで落ちていくあるいはコロナの時もそうですが住宅価格が下がっていく過程というのは、うん、景気後退のリスクが非常に高いんです。これだけ見ると この急激な落ちはもうこれはアメリカというのは景気後退がもうすぐそこにやってきているあるいはもう今まさに景気後退の状態ではないのかと,と言われてもしょうがないんですところがですね細かく見ていくとそうではない動きになっているんです。はい、同じケースシラ住宅格指指数数を今度は指数そのもののも動き 月次でででちょっと見ててみたいんすすがこ季節調整をかけているものですでピークをつけたところからどんなふうに下がっていったのか先ほど、えー、90年代に一度前年比マイナスがありましたとあるいは金融危機の後前年比マイナスがありましたでその時代のことを振り返るためにこういうグラフにしたんですが、うん、例えば90年代90年の5月というのが実はあの時代のピーク。 ここ100なんですね。これ M0 にしてます。その後さこう下がっていくんですね。こんな風に下がっていって2%ぐらい下がっていくんです。こんな感じですね。で金融危機の時は07年2月が不動産額のピーク。えここからずっと2割ぐらい落ちていきます。まあ程度の差はあるんですけどとにかく下がっていったんですね。そしてこの矢印のあるところ、えここが 90年代における90年に及ける景気後退が終わったところなんです。ちょっとこう凹んでるところですね。凹、はい、んでその後戻っていく過程で景気後退は終わりました。凹、はい、んでる過程は景気後退期だったんです。金融危機時も凹んでる過程でずっとこう下がっていく過程で景気後退が続くんですが、ここが90年の、うん、えっと90年09年の6月なんですけども、はい、この一応一旦先どまるところで景気後退が終わるんです。さて今回。 ケースシーラー住宅価格指数を細かくつぶさに見ていくとどういう動きになってるかというとこんな動きなんですよ去年の6月がピークなんですでその後ずっとこう下がり続けてもうこれはダメだなと思って見てました、ええところがえ今年のお1月ぐらいがボトムで2月3月4月とこんなふうにちょっと上を向いてますよね復活し始めたんですよ,すよ、ね、これだけ金利上がっても住宅ローン金利が 3%ぐらいから6.5ぐらいまでピーク7%ぐらいまで上がったんですよ住宅ローン金利がこんだけ上がっても復活してきたんですよここれは今までに見たこともないパターンえ繰り返しますけども戻ってきたということは、うん、さっき見た通り戻ってくると景気後退期は終わります戻ってくると景気後退期は終わるんですよ、まあ、今景気後退期じゃないんですけども景気後退じゃないかと大騒ぎしてるんですがあれ 戻ってきてきるぞと景気ににならずに住,んでんで、ね、住んでるのかな住宅は違う動きになっているぞという話なんですよ、価格だけ見ると、はい、さらにこれは価格の動きなんですが同時にお家ですから何軒売れましたか何個たちましたかというのが重要になってくるんですが、ええ、えまずその新築で何個売れましたかというのを少し長いグラフを持ってきました、こんなグラフです。 えー、2023年5月のデータで、えー、5月のデータを年率換算すると全米では新築のお,お家が76万3千個売れたたというデータでした、うん、でこれを1963年からずっと取ってシャドウが景気後退期なんですけども景気後退期になるとこんなふうにずーっと新築住宅が売れなくなりますアイディバブルの時もやっぱり少しか売れなくなりますねで湾岸戦争90年もこんなふうに売れなくなりましたそれはも売れなくなりました売れなくなりました売れなくなりましたこういう形なんですよ え今回も売れなくなりましたずっと売れなくなりましただから景気後退ですと思ったらあれ売れ始めましたというこういう感じなんですようん、うん、でここうっすらシャドウかかってるここがコロナの時ですね、はい、家がまた売れ始めているんですよということはそもそもの前提住宅不況が景気後退になっていくというシナリオがほころびが見え始めたという感じなんですねえ、うん、同時にこれは新築の住宅でしたけどもえー、今度は 今度は住宅着工件数です。今、えー、家を建て始めるってやつですで、ね、その件数は、えー、5月のデータでは163万この住宅着工着工が始まりましたという絵なんですが、これも同じようにアメリカの景気後退期には必ず大きな下落があります。下落があります。下落があります。下落がありますで。今回も大きな下落が去年から続きました1年間反発し始めたんですよ。さて困りましたよ。 岡田さんのアメリカに対する見方はどうなってきてるんでしょう景気口大確率は今まで13月にあるとしたら13月に確率的には23割ぐらいかなと思ったんですけれども少なくとも13月はまだ遠いぞともうちょっと先出ないとこれから悪くなったとしても住宅が復活してきたということは悪くなるとしても半年以上はまだかかる。 と思うんですね。まあ4月のデータとか5月のデータだからまだ半年ありますから、そうなるとやっぱり相当大きなリストラとか失業者がぐっと増えるみたいなことでもないと急には起きないなという感じです。それと何よりもその今まで金利が上昇する中で、それこそ住宅ローン金利が上がる中で。はい それに逆らうように家が売れている住宅価格があるっていうのは我々は見たことないんですよ見たことがないということはそこを虚心、えー、に見なきゃいけないわけでそのあんまり先入観持って見なきゃいけないわけで違う違うプロセスなんですよねつまり金利の上昇ではない理由で家が売れているまあ、家の絶対量が足りないんだという話とか今まで家がたくさん建たなかったから絶対量が足りないんだという見方もありますしあるいは 住宅ローン金利が少々上がったとしてもへっちゃらだというそういう住宅購入者、うん、強いアメリカというか確信持ってる、えー、アメリカが大きくなっていくんだ我々の所得が増えていくんだという非常に楽天的な人たちが増えているのか、まあ、それと逆行するように、えー、消費者ローン金がですね残高がすごく増えてるっていうのもあるんですけどね、はい、カードコンクレジットのデフォルトが増えてるっていうのもあるんですけどもすごく今までとは。 感覚的にあるいはデータ的にもそうなんですけども違うパターンで去年からアメリカが動,動き始めているんですよ、新しい時代がひょっとしたら始まっているのかもしれません、住宅はその小さな兆しを教えてくれるのかもしれません、え小さいけれども大きなニュースであるような気がします、このまま景気後退が向こう半年なかったらこのニュースは非常に重要なシグナル、メッセージを送っていたこと半年後あたり、どうなるうになっているんでしょうか。はい 岡崎さんの注目ニュースでしたではここで番組からのお知らせです b s 1 2 1レ日で隔週の土曜日朝6時からマーケットアナライズコネクトを放送しています投資を始めたばかりの人新しいニーサが始まることに備えて投資の準備をしている人また投資の世界を通じて経済や企業の知識を深めたいと考えている人などにぜひ見ていただきたい内容をお届けしています 次回の放送は7月の15日土曜日です。そして週間のマーケットをラップして投資の情報をお届けしています。こちらの YouTube は引き続き毎週お届けしておいて予定ですので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたテレビそして YouTube でお会いしましょう。さようなら。